二で川信明は、日本のプロ野球選手、審判員、野球解説者、実業家、京阪電気鉄道 OB、兵庫県出身、俺がルールブックだの名言で知られる。明治大学では、東京六大学リーグの前身、五大学リーグも含めて62試合出場し、230、打数51アンダー、打率、222。この当時、 リーグ戦でも学生同士が審判をしており、技術は未熟であった。これに不満を抱いた二出川は、審判制度の確立が必要であると考え、野球ルールの習得に努めた。天地俊一の回想によると、二出川は、天地ら後輩に対して、毎朝ルールの難問を10問ばかり書き残し、今日の練習までに解いておけと宿題にしていたという。また、 当時の二手川は節制と勉学に努める模範選手であったが、蛇を懐に入れていて、蛇嫌いの選手の方に蛇をつけて椅子に入るという悪癖があったという。1925年に明大を卒業すると、京阪電気鉄道に入社し、大阪のクラブチーム全大阪や京阪電気鉄道野球部でプレーする。1929年に京阪電気鉄道を退社し、 和歌山の海藻中学の監督となり、その年の夏の甲子園大会に初出場。決勝まで進出するも、準優勝となる。その年で、海藻中学の監督は退任し、後任には、大学で同期の谷沢梅尾を推薦した。1934年に、日米野球の全日本選抜メンバーに選出。 日米野球終了後、創立間もない第日本東京野球クラブに参加し、初代背番号1を背負った。1935年のアメリカ遠征では、巨人の副将として、チームをまとめている。もっとも、巨人の選手としての経歴は足掛け2年のみで、1936年には、再び創立して間もない名古屋近社地国へ、選手権任監督として移籍している。しかし、同時期、 日本職業野球連盟が結成されると同時に、選手を引退し、審判に転身した。1950年にリーグ分立に伴い、パシフィックリーグの審判となり1960年に、横沢サブローの後を受け、第2大審判部長に就任。1963年同部長を引退し、プロ野球界を去った。1970年、競技者表彰として、 野球伝道入り、審判退任後に複数の審判の実名を挙げ巨人ウィーキをしている者がいると発言し物議を醸したことがある。水原茂の項目にある通りに出川自身は1958年の日本シリーズで結果的に巨人優勝の流れを止める判定を行っている。1989年10月16日に肺炎のために死去した。 88歳没。娘に宝塚歌劇団出身の元女優、高千穂ひずるがいる。高千穂は、月光仮面で一世を風靡した俳優、大瀬光一と1964年に結婚したが、二デ川たっての懇願で間もなく芸能活動から、遠野き夫婦ともに完全引退。この時より、すでに起業していた二デ川の事業を二人で手伝い、 ニデ川の成居後は二人が主力となり、車業を守っている。ニデ川の有名な語録として、俺がルールブックだがある。1959年7月19日、毎日大英オリオンズ対、西鉄ライオンズの第15回戦、8回裏、大前の攻撃で、二類の中根の類進が、クロスプレーに対して、政府のジャッジを下した。これに対して、西鉄、 三原治監督が抗議したが、中根累心はこれを拒み、奏者の足と送球が同時だったので、政府だと付け加えた。三原監督は、どこに、そんなルールがあるのかと食い下がり、同時はアウトではないのかと聞いたところ、中根累心は、同時は、政府とルールにも書いてあると答えた。三原監督はその場を離れ、審判控室に顔を出し、に出川に対し、 同様の講義を行った。ニデ川は、中根類信と同様の説明を行ったが、三原監督は納得せず、ルールブックを見せてくれと言った。これに対してニデ川が、俺がルールブックだと告げ、抗議を退けた。しかし、ニデ川と一緒に審判控室にいた、動物くんの証言では、ルールブックを手にしていた動物に、三原が、そのルールブックを開いて、 見てくれと言ったので、二デ川が怒って、俺が言うんだから間違いない。早く行け。と怒鳴り、この、俺が言うんだから間違いないという言葉が、いつの間にかマスコミに懸念されて、俺がルールブックだという言葉になったのが真相と、話している。この日、審判控室にいたのは、二デ川と動物と、小島武雄の3人だけで、小島も、あれはそのままに。 そっとしておこうよと動物に話していたという。小さい窓越しの三原とニデ川のやりとりは、終始小島氏と私で聞いていた。試合後の談話に、尾ひれがついて、新聞記者の誰かは知らないが、あの名文句をひねったと思うと動物は話している。ただニデ川は、俺がルールブックだと言ったと言っていたという。なお、公認野球規則ではアウトになる場合の定義として、明確に、 奏者が、類に触れる前に野手が、類に触れる、とあるので、論理的には、同時の場合はセーフになる。したがって、二出川や中根の判断に誤りはない。当時の野球関係者の一部には、同時は、アウトという、誤った知識がルフしており、三原もそれを信じていたゆえのエピソードとも言える。1五十六年の南海ホークスの試合で、皆川六尾が三から零からカウントを取るために、 ど真ん中に軽く投げ込んだ直球をボールと判定した。ボールは明らかにストライクゾーンを通過しており、当然、保守の野村和也及び皆川が猛抗議したが、に出川は気持ちが入ってないからボールだと一括した。野村はこのめちゃくちゃな理由に憤慨し、後の書籍でもこの件にたびたび触れて、不快感をあらわにしている。逆に皆川はこれに感銘を受け、以後、 一球たりとも手を抜かないよう心がけるようになった。なお稲尾和久も同じようにど真ん中のストライクをボールと判定されたエピソードがある。当然ながら稲尾が抗議したところに出川は新人の君に教えといてやる。プロの投手にとってど真ん中はボールなんだと答えたとされる。ただし、これらの件は明らかな越権行為であり、 当時の時代背景の中で許されただけの話である。一リーグ制時代、中日球場で行われたゲームで球審を務めたに、出川はホームでのクロスプレーでアウトの宣告を下したが、攻撃側からノータッチだとの抗議がなされた。しかしに手川はガンとしてこれを跳ねつけた。翌日の新聞にクロスプレーの写真が掲載され、キャッチャーが ランナーにタッチしていないことが明確にされ、リーグ会長がこれを重く見て、ニデ川を呼び出したところ、ニデ川は新聞の写真を一別し、会長、これは写真が間違っているんですと平然と言い放った。戦前のプロ野球で退場宣告を受けたのは、わずか4人しかいないが、その第1号が、刈田久則である。刈田は、名二類主として有名であったが、 1936年11月20日の対大阪タイガース戦でクロスプレーのジャッジに激行し、累進の二出川を突き飛ばした。二出川は迷うことなく着席のコール。プロ野球はその年の春に始まったばかりであり、観客のみならず選手たちも一瞬あっ気に取られたという。カリタは後年パリーグ審判員となり、二出川と同僚となった。 一リーグ時代下の1936年10月24日の大阪タイガース対外東京軍戦において5回に四万塁の場面で大東京の打者は漆原進む大阪の投手藤村文夫で2ストライクにボールとした後の藤村の投球を2、出川はボールと判定、これを漆原がカウントを間違えて支球として一塁に歩き出し、 審判や両軍の選手なども気づかないまま、走者もそれぞれ歩き出し、三塁ランナー、水谷のりも本塁に生還する。がここで、ボールカウントの間違いに気づき、漆原を打席に戻したものの、インプレー中だったため、走者を戻すことができず三走者の新塁が認められる、こととなり、水谷の得点が認められ、漆原の打席は、やり直しとなり、三振に倒れている。 問題となったのは、3人の走者の進類をどう記録するかで、公式記録員はやむなく、三重塔による3盗塁都市に出川は、日本プロ野球史上初のボールカウントを間違えた審判となり、またこの時の三重塔が、日本プロ野球初の三重党となっており、この試合では、大阪が13盗塁で1試合での盗塁のチーム、日本プロ野球記録、 大東京の5盗塁と合わせての18盗塁は1試合の盗塁の合計の日本プロ野球記録となった。スコアは7対4で大阪が勝利している。ありがとうございます。